皆さんこんにちは、みらいです。今回はですね、毛穴の黒ずみ、はい、ということで今回はですね、毛穴の黒ずみに効いた方法とアイテム2つご紹介していこうと思います。でね、特別すごい高いものを使ってるとか、なんかすごい器具使ってるとか、そういったものはないです。本当にこう普段から取り入れやすいようなアイテムを使ってお鼻の黒ずみを撃退したので、はい、ということで最後までチェックしてみてください。それではどうぞ。はい、それでは早速やっていきたいと思います。今ですね、洗顔をする前なんですけれども、現在のお鼻の黒ずみ見ていただきたいと思います。本当は見せたくないんですけど、見せちゃうぞ。はい、こういった感じです。この辺とかにもちょっと黒ずみがあって、割とね、黒ずみケアをねしっかりしてるから、なんかホワイトヘッドって言われる白い中にょきって生えたような、開いたのはないんですけど、やっぱりちょっと黒ずみがあるかなっていう感じがあります。でね、ここよ、ここにもねありますね。ここはめちゃくちゃ取れにくいんだけどね。はい、そんな感じの私のお鼻の周りの毛穴でした。はい、ということで早速やっていきたいと思います。まず一つ目なんですけど、ホットタオルで毛穴をしっかりバッとね開かせます。はい、ホットタオルです。今ねもうマジで熱々なんですけど、私は濡らしたタオルを電子レンジ 500W で1分加熱しました。最初は熱いからこんな感じで、こんな風にね手で触れるぐらいの温度になったら、毛穴の気になるところに押さえていきます。私はね、毛穴がやっぱ鼻周りが一番気になるので、この気になるところに乗せていって、冷たくなる前に外します。これをするとね、お肌がすごく柔らかくなって、毛穴のね汚れとかもかき出しやすく、取れやすくなるので、これは必須。まあ、スチーマーとかでもやっていいと思うんですけど、私はねスチーマー持ってないし、高いしね。そんな感じで、はい、いい感じに。ごめん。いいよ。ちょっと冷めてきたので、もうすぐパッと外しました。外すとねこんな感じで私は赤みが出るんですけど、ここからがダッシュです。はい、そしたらですね、次はね洗面台でするんですけど、洗面台はねカメラ置けないからキッチンでやっていきたいと思います。今ねだいぶ温まった状態で、次はクレンジングをしていきます。こちらです。マニョのピュアクレンジングオイルというものなんですけど、こういった感じの韓国コスメでございます。すごくお肌に優しい成分で、しかもホホバオイルっていうのが入ってて、そのホホバオイルが毛穴の黒ずみとか、そういった油っぽいものを溶かしてくれて、鼻の、毛穴の黒ずみをかき出しやすくするっていう感じのものになります。これをね気になるところに、まあ私はワンプッシュなんですけど、鼻にのせます。で、そしてくる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 していきます。で、これねこの時間が一番長い。オイルなので滑りがすごくいいので、お肌負担もかなり少ないんじゃないかなと思います。ただお鼻も乾燥しやすいとか、そういった方とかには、まあ、オイルのクレンジングなので向かないんですけれども、私は今の季節は別にそんなことないし、なんなら逆にねめちゃくちゃテカってるから、そういいんですけど、こんな感じでくるくるしていきます。で、私はねこことか、あとはここの鼻の頭だねが黒ずみが多いです。黒ずみの原因はね、やっぱり皮脂の酸化だったりとか、あとはメイクとかそういったのの、まあ、油分の酸化で黒ずみができるので、こういうオイルでねしっかり溶かしてあげた方が取れます。で、こうやってねくるくるしていくと、黒ずみが取れた時に少しザラザラザラというか、あ、取れたっていうのが分かります。今すごいツルツルなんですけど、これをしばらくするとなんかねちょっとザラザラになってくるんですよ。それが汚れでございます。ぶっちゃけもうすっごい綺麗になるかって言われたらそうではないんだけど、これを続けてると多分すごい綺麗になってくるんじゃないかなと思います。あ、ちょっとザラザラしてきたかな。ザラザラしてきて、こう手をねこういう風に見たら黒ずみがあるのが分かるんですよ。ちゃんとねここについたりとかするんですよ。これをくるくるしていきます。分かるかな、かな。あのね、この黒の点、これ黒ずみです。見えるかわかんないけど黒ずみです。はい、ということで多分10分ぐらいくるくるしました。結構ねザラザラなってきて、ちゃんとこうやって見たら黒ずみがねあります。手に取れてるのがわかります。これでまずいい感じなんですけど、オイルなので次に乳化させます。乳化させた時に一番汚れがオフできるので、ぬるま湯でこういう風にね濡らしたてでこうやると乳化してすごく白くなるので、この時にめちゃく
くちゃオフできます。でこれも優しく優しくお花をくるくるしていきます。あ、結構綺麗になってきましたね。でこんな感じで乳化し終わったら、また再度ぬるま湯を手につけて、こんな感じでもう一回くる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 していく。でこの時ね、摩擦は絶対ないようにしたいので、かなり優しくすごい弱い力でくるくるしていきます。はい、 OK ということで、一回ぬるま湯で洗い流していきたいと思います。はい、洗い流してきました。もうまだびっちょびちょの状態なんですけれども、次にね、洗顔をしていきたいと思います。そこですごくおすすめの洗顔がこちらです。最近お気に入りって言って何回か動画でも出てきてるんですけれども、エリクシールルフレバランシングバブルっていうもので、これはね、毛穴に特化した洗顔料になります。スプレータイプでね、こんな感じなんですけど、これね、面白いのがどんどん泡が増えていくんですよ。で最初ね、これをアーモンド台に取るとこんな感じ、ちょっとジェルっぽい感じなんですね。それをこのジェルになった状態からここのね、気になるところに乗せていくんですよ。乗せていくと、このジェルが毛穴の汚れをしっかりこうキュッとね、吸い付いて密着してくれるので、汚れがオフしやすいっていう洗顔料です。でこういう風に密着させたら、くるくるなじませていきます。でこうやってね、くるくるなじませていくと、泡がどんどん増えて濃密な泡になってきます。すごくない？泡が本当増えて、さっきの量で全巻いけます。マジでちょっと全巻洗います。あ、落ちた。これすごい濃密泡でしょ。これが毛穴に効くんだわ。すごいね、濃密な泡が出てくるので、お肌負担がめちゃくちゃ少ないですね。肌に直接この指がね、触れて摩擦を感じるっていうことがないので、お肌負担はかなり少ないんじゃないかなと思います。でこれは割とこうさっぱり系な感じの洗顔料です。はい、 OK、 洗顔し終わりました。気になるここをね、くるくるし終わったので、洗い流していきたいと思います。はい、洗い流してきました。すごいね、お肌自体もすごいトーンアップしたと思いませんか。ということでですね、最後の工程なんですけれども、拭き取り化粧水をしていきます。でそこで毛穴に効くものがですね、こちらでございます。グーダルのグリーンタンジェリンビタシートナーパッドっていう、こういった感じの拭き取りなんですけれども、中を開けてみるとこういう風にパッドが入ってます。これでパッドもできるし、毛穴引き締め効果もあるし、あとは角質ケアもできます。ターンオーバーをしっかりこう整えることによって、こうシミとかそばかすとか、こうくすみとかもね、すごいオフしてくれるようなものになります。取り出してみると、こういった感じでボコボコしているメッシュの面と、こっちはツルツルの面なんですけれども、化粧水がね、たっぷり含まれているコットンパックみたいな感じのものになります。でまずはツルツルの方でお顔全体を拭き取っていきます。そこまでね、肌負担は感じないかな。まあ、多少保湿しながら拭き取りをできるっていう優れものなんですけれども、まあ、ビタミン C 系なので、まあ、ぶっちゃけ夜の方がいいかなと思います。声やばくない？で、ある程度拭き取ったら、次はボコボコの面でこの気になる毛穴の周りだけくるくるしていきます。あの、強い力じゃなくて、これも軽い力だけで全然 OK です。はい、拭き取れました。ということでですね、この後はもう普通に自分のスキンケアをして OK です。ちょっとね、お鼻の黒ずみ比較してみたいと思います。アップします。はい、鼻アップしてみました。こういった感じです。比較してみるとこんな感じなんですけれども、どうですか？ここのね、鼻の横とかはだいぶ毛穴の黒ずみなくなったんじゃないかなと思います。なんか恋恋しいのは全部取れたかなっていう感じです。まあ、これをね、続けると毛穴の黒ずみが綺麗になるんじゃないかなと思ってます。はい、以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、毛穴の黒ずみ撃退方法、しかもプチプラなのかな、まあ、2000円台とかでできる、そういったものをご紹介してみました。少しでも参考になって嬉しいです。まさきにね、昨日やってみたのよ。ツルツルなったよね。ね。ほんとツルツルなったし、まあ多少こう 肌というか黒ずみも明るくなったなっていう感じがあったので、多分みんなにも効くと思う。本当に超おすすめで、しかも簡単だから、ぜひやってみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の更新でお会いしましょう。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタン、インスタグラムもやってるのでチェックお願いします。それではバイバイ。